はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、サントリーの、これはなんだ、発泡酒か。発泡酒？あ、これ発泡酒なんだ。まあ一応、まあ、発泡酒だけど、まあ、まあ生ビールとして、まあ俺の中だと、これ生ビールですね。値段的に生ビールなんで。サントリーの、クラフトセレクトシリーズのザ・パンプキンです。限定醸造、アルコール度数 5%。一応これ果実、このパンプキン、かぼちゃを結構使ってるらしくて、その、あれによって発泡酒になってるらしいです。分類上はね。ただ値段はどう見ても高い。250円ぐらいしたような気がするな。220円ぐらいはしたか。まあ、コンビニで買ったんですけど。違う、コンビニじゃねえな、これ。イオンで買った。で、パンプキンビアスタイル。香ばしい麦のコクと、パンプキン風味のほのかな余韻。旨味が三つ星、香りが五つ星、苦味が二つ星、ボディが三つ星。原材料は麦芽とホップとパンプキンと香料です。なんでパンプキンって言ったんだ、これ。かぼちゃでいいじゃん。麦芽使用率 50% 以上。パンプキンなどを使用し、醸造しています。そのため、酒税法上は発泡酒に分類、区分されますと書いてあります。うん。まあ、そういうことです。でも多分、実際は多分味としては間違いなく生ビールでしょう。うん。まあ、だから、まあ、値段もそうだ。値段もそうだし。ザ・パンプキンって珍しいですね。カボチャ味のビールなんて知らない。カッパー。あ、すげえ、カボチャだ。あ、すげえ、これ、あ、すげえ。あ、すげえ、これなんだ、これ。あ、すげえ、カボチャだ。これどっかで嗅いだ香りだなと思ったら、これあれだわ、サウナってあるじゃん、サウナ。サウナに入った時の香り、あのなんかヒノキの香りみたいな。あの、ブワーンとするなんか、異様な匂いする、異様っていうか、まあ、結構いい香りするじゃないですか。あれの香りがする。うん。すっげえ。あ、ほんとだ、これすごい。ああ、これで初めて知った。あれってパンプキンの香りなの？あれ、かぼちゃの香りなんだ。ん？あれってかぼちゃの香りにすごい似てるの。あ、すっごい。本当にあれだわ。あ、マジでこれ、サウナだ。あれ、ヒノキの香り？え？なんかちょっと、かぼちゃこんな香りだったっけ？ん？かぼちゃ。なんか、どっちかっていうとやっぱサウナの香りがするね。うん。かぼちゃっていうか、サウナの香りがする。サウナのヒノキの香りかな。これなんかすごい不思議だな、なんか。あ、なんか、すごいパンプキン、かぼちゃだ、とか思ってたら、あれ？あれ、サウナの香りじゃね？みたいな。何を言ってるか多分、よくわかんない人がいるんじゃないかと思いますけど、本当にこれすごい。
パンプキンっていうよりは、サウナに入った時の香りがする。これマジ。これマジ。これマジだ。すっげえサウナの香りがする。なんか、サウナ気分を味わいたい方に、いいかも。サウナ気分を味わいたい。いわゆるその、本当に、味わうっていう意味で味わいたい人に、ぜひ。これはおすすめです。おすすめですねっていうか、別にあれだけど。あ、確かに。パンプキンって、いうか、本当にあれだ。本当にサウナの香りにしか。思えねえ。やっぱ香料を使用してるから、どうしてもなんか、機械的な香りになってしまうんでしょうかね。かぼちゃってこんな香りしないよ、実際。明らかになんか、強い香りするもんね。なんか、なんていうかな。でもこれすごい、香りがめちゃくちゃ強いですね。確かに。むしろ香り以外全くコクもクソもない気がするね。パンプキンビアとは、アメリカを中心にパンプキンビアとして飲まれている正当なビアスタイルです。本商品はパンプキンビアスタイルを参考に日本人に馴染み深いパンプキン風味にアレンジしています。カラメルバッグが一部使用、パンプキンおよび香料使用ですがね。パンプキンおよび香料使用っていうか、多分これほとんど香料しか使ってねえと思う。カラメルバクが由来の香ばしい麦のコクと、パンプキンおよび香料使用によるほのかに甘いパンプキン風味の余韻を実現しています。ほのかに甘いっていうレベルじゃねえぞ、これ。ほのかに甘い。もう香りだけ嗅ぐとね、あ、香りだけをこのさ、あ、わかった。この状態でグラスに注がれてる状態で鼻を近づけてって嗅ぐと、あ、パンプキンだ、かぼちゃだってなるんだけど、実際飲んでみるとすっごいなんか、ぬわーってなんかヒノキの香りがぶわー広がって、サウナにいるかのごとくの、すごいね。これすごいな。サントリー革命的じゃないか、これ。ここまで驚いたビールはなかなかない。ここまでこの香りがすっごいのは、多分、もう今後も出てこないんじゃないか、これ。パンプキンパネーな、これ。かぁ。これすごいな。多分ほとんど香料だと思うけど、ものすごい香料使われてるな、これ多分。本当によ、これ。パンプキン食べただけじゃ、こんなに匂わない、この倍ぐらい匂ってるもんな。パンプキン食った、プラスこの、それ倍の匂いがする。すごい。
ある意味すごい、衝撃をもたらすビールですね。これは。うん。あんまりこれサントリーだから褒めたくないけど。ビールとしてっていうよりは、なんか、なんかネタ?ネタみたいな感じ。ネタ?なんか、ネタのジュースみたいな。なんかびっくりジュースみたいな感じで。びっくりジュースじゃないけど。いわゆるびっくりビールみたいな感じで。なんか、そんな感覚。これが10月の6日発売ですね。数量限定。でね、この後に、11月の4日発売するのが、4日に発売するのが、インペリアルスタウト。だって。で、さらに、あ、これも11月4日、2つ発売です。ゴールデンエール。あ、これ美味しそうだな、ゴールデンエールって。あ、クラフトセレクトシリーズ意外とすごいな、これ。本当に冗談じゃないけど。キリンのなんだっけ。コンビニのさ、なんだ。忘れたな、あれいっぱい出てるやつ。キリンの、グランドキリンシリーズか。グランドキリンシリーズよりか、はるかに評価高いですね。個人的に。グランドキリンシリーズ、無駄に瓶だけなんか凝ってさ、値段高すぎるんだよ。250円ぐらいするよ。250円するよ、確か。高いくせに容量も少ないし、容量が確か 330ml。少ない。うん。なんか、あれだな。うん。それよりかこっちの方が楽しみをくれるね。なんかあっちはどちらかっつうと、なんかペールエールっぽい。エール系の。本当にエール系でもう固めてる感じ。だからぶっちゃけシリーズ通して対して割と似たよった味がすんだよね。これは本当にクラフトセレクトシリーズは本当になんか、この今まで飲んだ中だとザ・パンプキンはもう、ひどい香りっていうか、本当にものすごいなんていうかな。いわゆる度肝を抜く感じですね。今までで飲んだのがペールエール。まあ、第1弾、第2弾。第2弾が2種類。で、第3弾がこれなんで。今まで飲んだのが3個飲んで。で、これが4個目なんですよ。でね。確か俺が飲んだ中だとスペシャルビターっていうのが、確かかなり苦かったっていう。ので、まあ、すげえちょっと、驚いたっていうんじゃなかったかな。スペシャルビートはかなり苦かった記憶はあるんで。でももうそれを上回る。まあ、あと、第1弾のペールエールとメルツェンは対してもうほとんど記憶にない、いわゆる、ありきたりなエール系のビールだったんで、もう、記憶の定かではない。だけど、もうこれ、ザ・パンプキンはこれやばいね、これ。これすごいな。本当に本当嘘じゃないんですけど、本当にこれ、サウナの香り、ビッキビキするよ、これ。むしろこれ飲んでサウナの香りしかしないんだけど。それ以外何にもないけども、とりあえずそれだけだけど、
逆にそれがまあ清々しい、ね、すごいこのサウナの香り、サウナの香りのジュースなんて、ジュースじゃねえ飲料なんて未だかつて多分存在しなかった。これ多分マジで言うと2チャンネルに、2チャンネルのサントリーのこのクラフトセレクトスレとかで本当に サウナとか言われてるんじゃないかな。まあサントリーはあれなんで俺見ないんですけど、どいつもこいつもね、あれなんだよね。なんだっけ。どいつもこいつも、狂月を進めるんで、狂月大嫌いなのに、どいつもこいつも狂月を進めやがるから、狂月うめえみたいな。死ねと。いやーこれはすごい。ビールにも革命をもたらした。変な意味で革命をもたらしたね。いわゆるなんか、異端人なんだけど、なんか革命をもたらしたみたいなレベル。すごい。パンプキンイコール、ね、サウナの香りって。これすごいよ。それ知っただけでも結構すごいよ。かぼちゃの香り強くするとサウナの香りになるんだっていう。多分これサウナの香りっていうよりはまあヒノキの香りなんだろうな。まあ具体的に言うとね、サウナって大体ヒノキ使われてるからそれの香りなんだよ。ちなみに関係ないけど、サウナって、あれ、あんまり、あれ、よろしくないらしい。体にはよろしくないらしい。サウナって、あれ、80度ぐらいあるでしょ。で、ものすごく、湿気が強いんじゃなくて、あれ、乾燥してるからか。あれ、乾燥してるからなんだっけ。確か乾燥してるから、あんまり、熱く感じないとか言うけど、実際80度ぐらい、70度ぐらいあるから、確かものすごく暑いから、心臓に負担かかって、さらに年寄りとかだと、冷水にさ、最後、浸かるじゃん。サウナ上がった後に、出てさ、一気にこう冷やすでしょ。だから、それで心臓に負担がかかるんだって。だから、その温度差で、心臓止まる人間がいるらしい。ぽっくりいっちゃうらしいですよ。まあ、言うても俺、サウナの香り好きなんでね。これは結構俺、サウナは好きか嫌いかって言われたら、まあ、好きな方なんで。絶対サウナの温泉行くとサウナあったら入っちゃうもんね。うわーサウナだーって言って入って、うわーあっちーくっせーってなって、匂いがね、やっぱくっせーっていうか、くっさくはないんだけど、なんか、その、匂いが強烈すぎるよね。あれね、サウナの香り。もうまさにその香りをこれ再現してんだよな。すげえな、ほんとに。サントリーこれやるな。全く関係ねえけど、パンプキンの香りってほぼしねえけど。かぼちゃの香りこんなんじゃないんだけどさ。これはいい意味でこれ。違う、悪い意味でこれ。裏切ってくれたね、これね。うん。甘みもないし、香りがもうものすごいんで、これ。もうぶっちゃけ五つ星に多分、もう収まりきらないぐらい香り、すごい。前代未聞ですよ、これ。俺の動画で多分前代未聞のこれ、
6つ星ぐらいつけたいレベル。本当に。まあ、つけませんけど。まあ、ね。これはおすすめのこれ5でしょ。ここまで言っといて。4でしたとかなんてない。2255です。これすごいよ、これマジで。マジサウナ。これマジで、これ香りね、これ本当に、これ5プラスでいいよ、これ。これ本当にやべえよ、これ。冗談じゃねえよ。これ香り、これビールの香りをもう超えたね。これ5プラスだよ。これ初めてだよ。ここまでの、あれ、香りのビール初めて飲んだよ。これすごい。サントリーよくやった。はい、ということでね、ぜひ皆さんもさ、コンビニに行ったらぜひ飲んでみてください。サウナだよ。サウナだからな。パンプキンとか、次元超えたから、もうサウナのね、レベルの香りするから、ぜひ飲んでみてください。ご視聴ありがとうございました。